浜辺美波はギャンブラー。映画駆け狂い絶体絶命ロシアンルーレットの公開記念イベントが行われ、主演の浜辺美波さん、高杉真宙さん、藤井流星さんらが登場しました。皆さん聞こえてますか？おっとなんて言ってる2階席いやだ、初めてコールアウトしますよかったですね。難しい。事前に SNS で募集した質問コーナーでは、浜辺さんにこんな質問が。浜辺美波さんが好きすぎて何も手につきません、どうしたらいいですかという。ありがたいことですね。まあでもご飯が食べれてたくさんの睡眠が取れれば人は生きていけると思うので、いつかその熱はある程度冷めてくると思います。そういう答えを求めてるんじゃないと思う。なんかちょっとずれてる気がする。そうですね、なんかちょっと なんて答えたら良いと思います。頑張ってくださいって応援してあげたらどうですか。あ、なるほどね、うんうん、じゃその方本当に、まあ、大変なことも日々あると思うんですけど、まあ、何事にも、集中していくことは大切だと思っておりますので頑張ってください。実はこのイベント中、浜辺さんが出演者のいじられキャラ高杉真宙さんに自ら考案したあるドッキリを仕掛けていたんです。ちょっと変わったことないですか？気づいてる？何か一個変なことがあんねんけど。え、何もないっすよ、マジで。え、なんすか？え、でももう言ってた。言ってた、言ってた。え、何言ってました？言ってました。言ってからみんなクスクスしてた。みんなクスクス笑ってたよ。これ笑いこらえるの必死だったんですけど、高杉さんのマイクだけ激音もマイク。やっぱそうだ。飲んだ瞬間、くぐられた時に。重たいな。それやばかったの。これなんか重いなと思って、みんな大丈夫かなと思って。ダンベル並みの重さのマイクを一人だけ持たされるという浜辺さんが仕掛けるドッキリにかかった高杉さん。実はマイクを受け取った時、高杉さんは、はい、ちょっと渡します。確かにその異変に気づいた様子。その隣で嬉しそうに笑いをこらえていた浜辺さんでした。イベント終了後のインタビューでは、そんなドッキリの話で盛り上がりました。高杉さん、ドッキリいかがでした？気づかなかったですね。全然分かんなかったです、本当。でもちょっと違和感は。違和感はもちろんありました。最初のマイク持った瞬間にめっちゃちっちゃい声で重っ。その持ってる手のここの血管ビキビキなんですよ。最後に映画の内容にちなんで、一か八かの勝負をしたことがあるか聞いてみると、ソファーを買おうと思って、はい、ネット内で買ったんですけど、はい、私家具の配置をとかそのサイズ感、メートル書いてあるけどわからないんですよ。3メートルって言われてもそれがどれぐらいなのか、これは合うのか合わないのかわかんなかったんですけど、はい、一か八かで買ってみようと思って買ったら、なんと、うん、いい感じでした。おそこはギャンブラーでした。測ったらいいと思います。